ジャズ生活に彩りを。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダイケです。ということで今日はインクレディブルジャズギタリストウエスモンゴメリーから学べウエスフレーズやっていきましょう。今日は横移動が激しいですよ。はい、いかがでしょうか。カニさんみたいにね、横移動しますね。これをやることによって指板のね、構造上強くなりますので、一体これはウエスモンゴメリーどうやってやってるんだ、ギターどうやってやったらいいんだ、指板どうやって見たらいいんだというのをこれからゆっくりやっていきます。最後までお楽しみください。ということで、フレーズを練習する大事な3つのポイント最初に言っておきます。1つ目はコードポジション、2つ目はコードトーン、3つ目はスケールとなってます。こちらの3つのポイントを聞いてもようわからないのでピンとこんよね。だけどもこれ最後動画見終わった頃にはしっくりきてると思いますので、最後まで見ていってください。3つのポイント分かったからといっていきなりフレーズやるんではなくて、まず準備運動やりましょう。これすごい大事なんですね。これをやることによってジャズのある応用力が養えます。なんだそのある応用力っていうのは、もったいぶらないで早い家とたわけと、はい、たわけかもしれませんが、ジャズという音楽は一つの曲の中でもコロコロ転調していきますよね。まあ、そちらに順応する応用力、瞬発力と言いますよね。これをやることによってそちら養えます。で、何をやるんだと、はい、コード進行弾いてください。いつもやっとるって何言っとんだと、はい、だけどもしかしてポイントがずれてるかもしれません。これすごい大事なんですね。で、こちらについて興味あるよという方がおりましたら、僕が以前アップロードしたフレーズの練習の仕方という動画でやっておりますので、そちら見ていただければよりより理解できます。もちろん安心してください。ほったらかしてやらんと、あの説明していきながら、やっていきますので、この動画が終わった後にぜひぜひ、見てください。ちょっと紙が多いですね。で、コード進行を弾くって一体なんだと、まあ、コード進行を弾くって言っても、このね、コードのフォームを覚えるわけではなくてですね、コードの持つ響き、これまず明るいくらいからでもいいです。頭の中にしっかり入れてください。ね、で、コードが進行していくもんで、進行していく前。で、この中でどう変化したか。ね、これをしっかり頭の中に叩き込んでイメージしてください。で、この上でフレーズを練習するっていうのがすごい大事です。これ慣れていただくとですね、フレーズを弾いた時に一緒に頭の中でコードが鳴るようになります。で、これ何がいいんだと、一緒に考えれるようになったということは、一緒にね、転調することも簡単になってます。なのでこの練習すごい大事なんです。ということで、今ちょっと余分にやりましたが、なんで余分にやったかというと、コンピングなど興味ある方はこんな感じで楽しく練習していただければと思います。もちろん四つ切りでも構いません。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、という感じでしっかり頭の中にコードを流してください。大変お待たせしました。それではフレーズの解説の方に行きたいと思います。で、先ほど言った3つのポイント覚えてますかね。その中で1つスケールございましたよね。スケールって何使うんだと、はい、モードスケール使っていきます。で、モードスケールなんだ、わけのわからんもん出てきたぞ。はい。まだモードスケールよ、わからんよって方見えましたら、僕が以前アップロードしたモードスケールについて詳しい動画ありますので、そちら参考にしてください。で、例に漏れず見てない方、ほったらかしにはしませんので、簡単に説明しながらやっていきますので、この動画が終わった後にぜひ見てください。では、最初一つ目、コードポジションありましたね。コードポジションってどうって決めんだ、ギターって同じ音が違う弦にあったりして、ワイヤーになってもらうね。とは言いつつ、まあ正直どこでもいいんですよ。だけども、ギターの場合、この6弦と5弦慣れてるよね。なのでまずこの辺りから探すといいでしょう。で、今日の場合はこの6弦と5弦ではなくて、ここ4弦のポジションとですね、2個あるんです。めんどくさいんですね、横移動なので。コードの影も横移動させていきましょう。こっちのポジションになってきます。この2つをちょっとやっていきます。では1つ目、こちらの4弦のポジション、コードとのやつ1357135、ここまででいいですね。あと、スケールドリアンやっていきます。はい、こんな感じでまずここのポジション見えるようにしてください。で、ここ見えましたね。ここ来た時にもここも見えるようにしましょう。で、このポジション、ケージドシステム C フォームのマイナーバージョンだと思って、見てください。ではコードトーンいきます。1357135になります。ね。
でドリアンスケール、まあこんな感じでここまで見といてください。ワンツーシーフォー、ワンツーシーフォー、ここまでになりますね。ややこしいね。まず最初ここのポジション見て、ヨードから5度にアプローチしてるんだな。でここに飛ぶ、これ7だったね。5度から7度行って、ここ来た時にもうこっちのポジション6度から行って、ナインス行って、フラットナインス行って、また6度に行くという感じになります。ちょっと最初はこの辺まではコードトーンなんだけど、こっからちょっと変な動きがあったね。これはちょっと後で解説します。でまず運指なんですけども、こういう時は123使って、1使うとまたこっちいけるよね。なのでで小指までこのまま使ってしまうとこっち飛べなくなるので、薬指でスライドして小指を使うパターンか、全部スライドしちゃうパターン、中指でねっていうあのやつがありますね。 D フラット7だね。ポジションはねここなんだな。1個で今回大丈夫なんです。安心した。ということでやっていきましょう。コードトーン13571351となります。でスケールミクソリディアン、はい、こんな感じになります。では続きやっていきましょう。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 ここまでになります。でフレーズここから5度ね、13571355度、5度で行ってヨード11だね、ナインスシャープナインスでメジャーサード、メジャーサードに対するターゲッティングだ。で次これフラットナイン7度メジャー7度でここ1度に行くと1,2,3,4,5,1でこの場合はもう Gまあこれは後でやりましょう。なので基本的に1,2,3,4,1でこのコードトーンを中心にぐるぐるターゲッティングしてるんだなという感じです。これでもいいんだけど、でこの場合はフラットナインからセブンスメジャーセブンス行って1度行ったね。これをやることによってこのフラットナインがすごい強調されるよね。でもう一つのやり方、はい、今はナインス行ってフラットナインス行ってメジャーセブン行って一度行く、こっちだと優しいよね。すごいナチュラルな感じ、こういう感じのテンションが頭の中になって、でフラットナインはこれが強調されるのでね、これは使い分けは自分の好きなようにあのやってみて改造してみてください。こういうね一つ一つの音が大事になってきます。さっき A フラット2度マイナーの時にここあったね。この時なんか変だなって思ったでしょ。実はこの時はもうこの5度セブンスのところを見てます。という感じでこういう動きが表現されてるんだな。だからすごい5度が長いフレーズになってる、実は改造するとで、それで見ると6度行ってフラット13行ってメジャーサード行ってここの5度にアプローチしてるフレーズになってるんです。では次トニック G フラットメジャー行きましょう。まあここですね。でコードトーン13571351になります。でスケールアイオニアンスケール、なんだ、まあメジャースケールです。はい、ワンツーシーフォー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 って感じになります。で最後はこれも負けるシングルだけどね、まあいいんです。これ5度から行ってヨード行って2度ナインスフラット
です。3度、1度、6度、5度でメジャー7、1度って感じです、うん、これももうターゲッティングだよね。ワン、ツー、シーね、拍のダウンビートのところに入ってるね。ワン、ツー、シーね、ね、で拍の頭のところにワン、ツー、ナチュラルテンションね、ウー、シーで、これも、3拍目のところ入ってるね。まあそんな感じです。なのでワン、ツー、ね、これナチュラルテンション、ナイス、ウー、スリーね、メジャーサードが3拍目の頭のところ入ってますって感じで終わると。可愛らしいね、最後っていう感じで、なかなか最後終わらないよっていう示しだね。まあこんな感じでトニックのとこできてます。すごいターゲッティングは多いものですね。カニさんからターゲッティング、可愛らしい。はい、という感じでフレーズの解説は一通り終わりました。ここで終わってはいけません。なんでだと。はい、今ただ一つのポジションでしかやってないよね。だもんで他のポジションでもいろいろやっていきましょう。そうすることによっていろいろヒントが得られます。という感じでできました。で、フレーズによって、弦が足りなくなったりするので、そういう時はね、オクターブ上げたりしてやったりします。ね。これ、よくチャーリー・パーカーとか使うフレーズ。これをそのまま、ウエス・モンゴリア下でやってたんだなっていうのが分かったりします。で、ここのポジションでもできるね。実はこっちでもいいんだけどね。ね。で、あともこの辺もできるから、いろいろ試してみるといいでしょう。で、あとは5弦、こっちでも使えるようにするとすごい便利です。はい、という感じでいろんなポジションでやってみましたが、まだ終わってはいけません。なんでだと。はい、まだ一つのポジションでしかやっとらんもんで、他のキーでもやりましょう。12キーやれとは言いません。忙しいのしてますので、一つだけでもいいので違うキー、自分の好きなキー、嫌いなキーやってみてください。ということで今 C でやりました、ね、C 皆さん慣れてると思う。基本でいつもやるので、こういう、ね、原点に帰るという感じでやるとまた新しい発見が生まれます。ね、こんな感じでできるのでいいと思います。はい、ということで最後に2回しアドリブやってみました。で、最初適当に僕が弾いてこのウエス・モンゴメリのフレーズにつなげてみました。はい、いかがでしょうか。こんな感じで自分のフレーズからウエス・モンゴメリのフレーズ、ウエス・モンゴメリから自分のフレーズという感じで、ね、いろいろ試してみることによってよりより実践で使いやすくなります。はい、という感じで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習してやって楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に何か書き込んでいただけると大変励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がおりましたら、コメント欄にフェイスタオルとだけでも書き込んでいただければ、これ幸いでございます。ということでフェイスタオルみたいに小さい私レイダイクですけども、やかましいわということで、それはどうでもよくて、Facebook、Instagram、Twitter などやっておりますので、こちらフォローしていただきながら、コメント欄などで使い方を教えていただきながら、私レイダイクをいじってみてはいかがでしょうか。
ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回も、お会いしましょう。バイバイ。